alright じゃあこのビジョンプログラムの4つのステップを説明させていただければと思います The four steps of the vision p r o g r a m s t e p one 得意タレントがあることを理解する s t e p two 自分の好きなこと大好きなことパッションがあることを理解する s t e p three 自分の理想な生活 幸せになれる生活、まあ、生活の場所環境を理解するでステップ4自分が求める理想なワークスタイル仕事の環境を理解する、right? Those are the four step. だから、まあ、得,得意なこと好きなこと理想な生活理想なワークスタイル仕事の環境です <All> right. じゃこれをねちょっと一つずつ具体的に説明したいと思います。なぜこれを考えるのか。ステップ1、right. step one. Step one は得意、まあ、タレントがあることを理解する。<All right. S 2> ちょっとね、現実的に話したいんだけど。 得意なこと。まあタレントがある。まあ日本語で言うとちょっと才能がある。なんかすげえこいつめちゃくちゃ才能がある天才じゃねえかーみたいなタレントね才能じゃなくてちょっと上手いっていうことで十分なんだよね。でこの得意なことを仕事にするとすっごいリアルな考え方で言ってもまあ仕事的に有利なんだよね。All right、じゃあもう本当に好き嫌いは別にして なぜ得意なことを仕事にすると仕事的に有利かっていうことをちょっと考えましょう例えばねもしこの人が運動音痴で全然踊ることができないっていう人もしこの人がダンスインストラクターになったらどうなるいや無理じゃねえかみたいな感じだよね。 踊れないのにダンスのインストラクターになったなれるのって話で、まあ、結構有利ではない、うん、でダンスが上手い人の方がダンスインストラクターとしては仕事的には有利だよね当たり前だよね実はサラリーマンもそうなんだよね例えば人と話すのが苦手で,でなんか空気も読めない人 でも、まあ、デスクワークが得意な人コツコツなんか自分で誰にも話さないでエクセルやったりワードでなんかさ入力してコンコン作ってたりでそれが得意な人がいるよねでその人はデスクワークが苦手な人よりデスクワークの方が有利じゃないですかでも営業はどう営業だったらこの人あんまりうまくいかないと思うんだよねでも営業は人と話すのが得意で ね、人と話してる時にすごいいい印象が残って空気も読めるその人の方が営業には有利だよねだからもう当たり前に得意なことを仕事にした方が仕事的には有利なんです。でこのステップ1で自分がもともとあるタレントまあ日本語で言うと才能,才能になるんだけど。それをあのーまあのま 最低５個から10個は、えっ、ー、と理解することができるようなワークが入っています。これがステップ1でやるワークです。でこれをあの絶対やった方がいい理由、もう一つ理由は自分が思ってないその才能も出てくると思うんですよね。え、これあひょ俺得意なんだ。 っていうことも、あの結構あの理解することができるようになると思いますので、このステップ1。自分が得意なこと好き嫌いは別のにして、それをあの理解することはめちゃくちゃ大切だと思います。alright じゃあ、let's Talk about step2。step2 は自分のパッション。自分の好きなことを理解する。 でこれさっきは好き嫌いは置いといてって言ったんだけどこれはまさに好き嫌いの話です、Alright? 自分が好き、まあ、仕事で使えなくても全然 OK なんだけどまず自分が好きなことその共通,共通点とかも出てきてすごい面白いよねこれを理解するで例えばなぜこれが仕事にすごい大切かっていうと例えばクリスの場合は Excel は得意なんだけど嫌いなのね、Alright? Excel 得意なんですよよ僕めちゃくちゃゃくうまいよねでも大嫌いなの仕事でさエクセルやらないといけないわけよキャッシュフローとかキャッシュマネージメントででもさうわエクセル明日やらないといけないのかやりたくないなとか言ってめっちゃくちゃ気合い入れてさエクセルやらないといけないんだよねでももしエクセルが得意でエクセルが好きな人がいたらどうなると思うもし僕の仕事もエクセルを入力するっていうことを ね、得意だからそれを仕事にしたっていう感じにしましょう。ね。誰の方が仕事的に有利だと思いますね。僕だったら、もう5時になって、もう6時になって仕事が終わりになったら、うわーエクセル終わった、もうやりたくねえ、みたいな感じで、もう、 お家に帰ってビール飲んだりとかして、まあエクセルの悪口を言ったりとかすると思うんだよね。でも、エクセルが好きな人だったら、もう仕事が終わっててもエクセルのことを話すこともあるわけよ。いやあのエクセルもっといい方法でやりたいよな。最新のエクセルのフォーミュラー聞いたこれやばいぜ、このマクロとか。で、週末になったらなんかエクセルのさ、なんか、エクセルのセミナーとかにも行っちゃうわけよね。でも俺はもう仕事しかエクセルやりたくないから、もう週末にエクセルのセミナーとか行きたくないわけよ。 ね。だから、得意で好きな方が仕事的に有利あるよね。長期的に見ると。だから、この好きなことを理解するっていう大切な文句をやります。で、得意なことがいくつかあってで、好きなことがブワーってあって、で、この中でパッていって、それでもう仕事になること、好きで得意で仕事になれることがパッて出てくるかも、この2つのステップをやるだけで出てくるかもしれません。Alright? So this is a very exciting step. まずは得意なことを明確にしてでその次に好きなことを明確にするでそうするとクロスオーバーできることも出てくると思いますでこのステップをやった後に自分が幸せになれる生活理想の環境を考えて明確にするステップが入ってきます Step3 ス,ステップ3は自分の理想な幸せになれる 生活の場所。まあ、自分の幸せな環境を理解することなんですよね。で、これはもう仕事と全く関係ないこと。これがね、思ってるようにめちゃくちゃ大切なんですよ。本当に思ってるよりすっごい大切なの。で、どういうことかっていうと、まあ、具体的にやるワークなんだけど、 もちろん高級品とか欲しいもの、ロレックスが欲しいとか、ね、1億円の車が欲しい、プライベートジェットが欲しいとか、そういうのもね、欲しかったら、もちろん明確にするんですけれども、でも、生活に、生活で幸せになれるマストが具体的になるんですよ。どういうことかというと、例えば僕の場合は、ね、得意で大好きなことを仕事にやってても、お家に帰ってお家がめっちゃくちゃちっちゃくて、 でもう本当になんか駅の横で一日中キン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 ゴン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 って電車の音がしてで人がいっぱいいてめちゃくちゃ小さくてで電車が通るたびになんか家が揺れてさ、ね、でなんか台所に行くともう本当にキッチンがめちゃくちゃ低いから毎回さ皿とか洗ってると腰が痛くなって。 日本の台所って低いじゃんでそうすると頭がいつもぶつかるんだよね低いとでそういうところで絶対住みたくないとでなんかお風呂もなんかこんなちっちゃくてさ足伸ばせないとか絶対そこで生きてたら僕は幸せになれないって知ってるんだよねで逆に僕はちょっと広くてモダンでなんか木の床があってでクリーンなイメージで,で太陽もなんか夕方に当たるようなところで住みたい でそういう、なんていうのかな。自分の最低限っていうか、その、これがあったらマジ幸せになれるよねっていうことを明確にしていくんですよね。でもちろん、そういう1億円の車欲しいとか、まあ、そういうのもあるんだけど、正直言って、その1億円の車を買えるとしても、その前に、広いキッチンとか、広い部屋とかを買うわけよね。その順番っていうか、それを明確にしていくんですよ。 で、このワークをやってる中に、その理想な週末とかも入ってくるのね。で、理想な旅とか、理想なシーズン、冬、春、夏、秋の生き方とか。で、これを明確にして、現実にしていくと、仕事以外でも幸せになっていく。で、これがすっごい、あの、大切、めちゃくちゃ大切なステップなんです。で、なぜ大切なのかっていう、 はステップ4の最後に説明しますで。ちょっとステップ4に似ているんですよ。でステップ4はその自分が求める幸せな仕事の環境、いわゆるワークスタイルなんだよね。でさっき言ったように普通の人は40年間、平日の起きてる時間70%以上仕事してるわけですよ。だから大好きでワクワクして ね、得意なことを仕事でやってても嫌ななな環境だだったらあんんまり幸せになれないんだよね,ね例えば自分がフォトグラファーになりたい、ね、でフォトグラファーが大好きでフォトグラフィするのが大好きで,で得意でワクワクしてやりたいんだけどその仕事の環境がブラック企業だったら嫌じゃん最低じゃん。 なんか入ったらすっげえ怒られて嫌な上司でいつもこれやれあれやれあれやれって言ってそういう場所でクリエイティブな仕事もそもそものできないかもしれないしで帰る前にバワーって今日の報告書みたいなのをメールして申し訳ございませんみたいないつもなんか意味わかんない謝り方で,で上司が暴力振るじゃないけどパワハラでいつも怒鳴れててで残業代も出ないし給料も安いとかで朝夜の2時とか3時まで働かないといけない 嫌じゃん。ね。で、これを理解してしないで、仕事をスイッチする、転職とかしようとすると、ブラックにはまっちゃうケースが、まあ、確率がめっちゃ高くなるのよ。 でこれでちょっと話飛ぶんだけど、まじ本当の話なんですよ。例えば僕は、まあ、映像関係の仕事をいっぱいやっててで、友達で映画の制作とかテレビ局で働いてる人がかなりいるんだよね。で、日本の映画制作の働く環境とか、で特にテレビの環境とか、まあブラックなんや。大手なんだけど、ブラックなんやみたいない、まあみんな言ってるんだよね。 いや明らかにブラックだよで例えばさ若い子で、ね、映像の仕事とやりたいっていう人がいるじゃんでなんかなんとかテレビって大手だから、ね、みんな知ってるからマスだからそこに入ろうって言って入るじゃんそしたら給料も全然出ないし夜夜の普通に朝夜2時3時とかまで仕事するんだよねで週末なんてでもスケジュールによってない時もいっぱいあるし で、めちゃくちゃ精神的にも大変いい業界なんだよね。だから、自分がただ単にワクワクして大好きなことを仕事で見つけても、これをしっかり筋通して、自分で、いや、こういうワークスタイルがマストじゃないと絶対幸せになれないっていう感じ。で、その筋を通す、それを理解するステップが、このステップ4で自分の理想なワークスタイルを見つけるっていうことなんですよ。で、プラスのメリットも持っと もちろんあってでどういうことかというと自分の理想のワークスタイルを明確にするとだからすっげえ楽しい仕事の環境を手に入れることができるんだよね。でこれを、ね、知らないでただ単に転職行ったら分かんないわけよ。ねどうやってそれあなた仕事決めるの転職フェアこないだ行ったんだよ、ね、実験物になって。 あれでいい仕事出てくるわけないよ。転職フェア、転職サイトでいい仕事出会えるって思ったら宝くじで当たるみたいに思ってる甘いよ。自分の人生そんな感じで転職サイトに行って多分こっちの方がなんか写真もいいし、時給も高いし、なんか良さそうだからここに入りますなんて、そんな感じで自分の仕事を見つけちゃダメだよ。まず自分が得意でやりたいことを ししっかり理解してでどうやったらそこの生活,生活できるレベルまで持っていけるのかどういうスキルが必要になるかっていうことを具体的に理解してこのビジョンプログラムみたいなものででただ単に転職に当たるんじゃなくてこれが一番いい場所だってでそこはもう無料でやらしてくださいみたいな感じの勢いで入っていくそういう覚悟で仕事を見つけていくんだよ ただ単に転職サイトでこっちの方がいいなんてそんな波に流れるみたいなことを言ったらばーって言っちゃって夢がなくなっちゃうよ。特にその仕事をやってサラリーマンになってたら、やばいよ。だからそれを守るには、自分の理想のワークのスタイルが入るんだよね。で、このワークのスタイルには、業界によっても変わってくるんだよ。ライターは、ライターに合うワークのスタイルがあるんだよね。プログラムのソフトウェアのデザイナーには、 そのののデザインのプロセスに合うう環境っていうのがあるんだよ例えばアジャイルプログラム,グラムマネージメントシステムその自分のプログラム自分がやってることのマネージメントのやり方も変わってくるのね例えばライターのプロジェクトこのプロジェクトのタイムマネージメントシステムは例えばツイッターとかゲーム作ってるアプリを作る人たちの、ね、Google の ソフトウェアの管理システムと全然違うんだよね。で、アジャイルマネジメントシステムとか、そのフェイスブックとかグーグルとか、もうすっげえこういう大手が使ってるスクラムっていうマネジメントシステムを使った方が効率が普通にただ単にこれやってその次にこれをやってその後にこれをやってってやってるやり方より全然効率がいいんだよね。だから業界によっても、その システムマネージメントが違うんだよねでそこに古いサラリーマンのやり方みたいなのが入ってたら効率が上がるわけないっていうかそのもっと上がるのを止めちゃってるんだよね普通のやり方でやってるとだからこの理想のワークスタイルっていうのはめちゃくちゃ大切なんです、right. so, step o n ステップ1 your talents ね自分の得意なことステップ2 d your passion、自分が大好きなこと Step three, your ideal lifestyle。どのような人生、生活、ね、幸せな生活はなんなんだ。Step four、実際に仕事をやるね、70%やる、実生の70%やるところ、どういう環境を望むのか、どういう環境がその仕事に一番合理的に向いているのか、ね、それを実際に探していきましょう。Alright, so let's start the vision program。では次のビデオで会いましょう。